アナログ計算機。アナログ計算機は、長さ、トルク、力、電流、電圧などの物理量により、実数値を表現し、そういった物理量を別の物理量に写像するように、物理現象を組み合わせて、演算を実現して、問題を解く、機械、計算機である。アナログ計算機には、用途が固定された完全な専用計算機も多いが、例えば対象を、 連立方程式や微分方程式にモデル化始祖の方程式を解くというようなある程度の汎用性があったものもあった。入力と出力にアナログな物理量をそのまま用いることが特徴であり、それが定義とも言える。一方で、チャーチイコール、チューリングのテーゼの観点からは、計算可能な計算であれば何であれ系、できるというような能力は基本的には持たないため、万能。 ユニバーサルなコンピュータではない。アナログなシステムのため、計算結果の精度は装置の精度によって制約される。これをダイナミックレンジという。一般に計算は即時に完了するほどに高速だが、出力結果の精度は低く、リアルタイム性を最優先するシステムに適する。例として、計算弱はアナログ計算機、器だが、ソロ版はデジタル計算機、 器である。デジタル計算機については、コンピュータの項などを参照のこと。アナログ計算機のうち、電子的なアナログコンピュータで演算関数型などと分類されるものが、汎用の微分方程式解析表示装置と呼称された。これは、真空間式演算増幅機で量産商品化されて、研究機関、教育機関に広く普及した。 物理現象を方程式に表してその物理量を電圧に対応させて入力、演算結果を出力するもので非線形関数も実現できた。このため自動車設計など実際の製品の運動方程式や電気回路の過渡現象解析に徴用され汎用商品として量産され実用された。その大量普及でアナログ計算機の概念が整理されて 遡って、計算尺は、アナログ計算機といった分類がされるようになったなどと、主張する者も,もいる、アナログコンピュータ。機械式デジタル計算機については、機械式計算機を参照。紀元前3500年頃、影を利用して、死体用時を計測する人形が古代エジプトで、使われていた。オベリスク、カタセントもまた、人形の役割を果たしていた。 紀元はさらにその前の古代バビロニアに遡ると考えられている。紀元前16世紀頃のバビロニアや古代エジプトには水時計がすでに存在していたことが知られている。また、インドや中国でも古くから存在していた。記録に残っている歴史上最も古い天球儀は紀元前255年に古代ギリシアのエラトステネスが作ったものに遡る。によれば、 アンティキティラ等の機械は、天体運行を計算するために作られた古代、ギリシアの機械式太陽計儀である。クランク、現在は失われているを回転させると、気候が太陽、月や、その他の天体の位置を天動説に基づいて計算する。1901年にから改修された。紀元前150から100年に製作されたと考えられている。このような複雑さの機械が、 再び登場するのは千数百年以上後の時代になってからのことである。天球儀は中国でも紀元前1世紀から独自に発展してきた。2世紀の天文学者である長江は世界で初めて天球儀に動力を導入している。4から18世紀頃、イスラムとヨーロッパの天文学ではアストロラーベが天体観測用の機器として用いられた。アストロラーベを 発明したのは、ヒッパルコスと言われることが多く、紀元前2世紀から1世紀のこととされる。用途は多岐にわたり、太陽、月、惑星、恒星の位置測定及び予測、ある程度と、現地時刻の変換、測量、三角測量、天狗図の作成などに使用された。アブー・ライハーン・アルビールーニーは1000年頃、世界初の歯車式単位太陽歴アストロラーベを、 発明している。1235年には、エスファハーンのアビバクルが歯車による歴計算機構を備えたアストロラーベを発明した。計算弱は、基本原理は固定弱と滑弱という2本の直線内視演習の長さにより加算を行う器具であるが、対数メモリを利用して加算により乗算を行うことができる。対数は1614年に、 スコットランドのジョン・レイピアによって発表され、その6年後にイギリスのガンターが対数弱を考案した。ただし、ガンターのそれは長さが幾何的に配置されコンパスを利用して2つのメモリの長さを加減するもので、現在の形式の計算弱、つまり複数の差しをずらして計算する形の計算弱は1632年にウィリアム・オートレットにより発明された。便宜のため、 通常の対数メモリのほか、三角関数等の数種の関数値の対数メモリや、理工学、技術の各専門分野で使う関数のメモリが付けられた、ももある。飛行機のパイロット向けは、フライトコンピューターと呼ばれる。微分解析器は、積分によって微分方程式を解くよう設計された、機械式アナログ計算機で、回転軸と円盤を使って、積分を行う。 1876年、ウィリアム・トムソンの兄、ジェームズ・トムソンによって発明れた。1927年から、H.W. ニーマンとバネバー・ブッシュが、マサチューセッツ工科大学で実用版の製作を開始し、1931年に詳細な報告書を出している。日本では同様の機械は3例が知られており、1セットが東京理科大学近代科学資料館に保存されていた。 同館の機械は2013年から2014年に掛け胴体とするための復元プロジェクトが進められ、2015年現在、動体展示と周辺装置の整備などが行われている。1936年には、ジョン・ウィルバーが連立方程式9回帰を完成させた。ウィルバーのものは9弦までの連立方程式の数値解が得られるもので、 世界で数台の同種の機械が製作されたとされている。日本で製作されたものが唯一の現存機とされ、国立科学博物館で常設展示されている。2008年度情報処理技術遺産認定。2015年現在、動体ではない。20世紀前半には射撃式装置と呼ばれた射撃管制専用のアナログ計算機も作られ、実戦で使われた。 1947年、物理学者、エンリコ・フェルミは中性子に関する研究のために、アナログ計算機を開発した。日本では、電子式計算機を指して、コンピュータとするということがあるため、電子式アナログ計算機を、アナログコンピュータとすることがある。以降の節では、主としてこの電子式アナログ計算機、ないしアナログ電子式計算機すなわち、アナログコンピュータについて述べる。 アナログコンピュータは、演算増幅器、コンデンサー、抵抗、ポテンショメーター、ダイオードなどを用いて、積分器、加算器、符号反転器、係数器あるいは乗算器、非線形関数発生器などの演算要素を構成して、これを組み合わせて方程式を構成、初期条件を与えて解を求めるもので、微分方程式を解くのに多く用いられる。多くの場合、 反転増幅器と抵抗、コンデンサーを用いて加算危険、符号反転ミラー積分器を構成する。演算結果の表示器として、ペンカ記録計を利用するものを低速型、オシロスコープなど CRT に繰り返し描画させるものを高速型、繰り返し型と呼んだ。CRT 表示ではちらつき回避に毎秒25回程度以上の繰り返しが必要となり、 その繰り返し時間より長時間の減少は、時間軸変換をして演算表示させた。機械系、電気系を問わず、物理現象を方程式に表して座標軸換算を行いアナログ計算機に方程式をセットして演算を行い、その結果を元の物理量に引き直して読み取るものである。実用上、演算増幅器の使用可能周波数範囲が広く、取れないので、 広域特性を求められる微分器を汎用に用いることはなく、微分方程式は積分器を使う様式展開して使うのが普通である。質量、バネを使ったシステムを考えてみる。物理的にシステムを作るには、まず、バネ、おもりを接続して適当な定着装置で固定し、適当な入力範囲に対応できる試験装置をつけて最後に実測する。 電気的に等価なものは、増幅装置、オペアンプと、受動線形部品で構成できる。回路内では、質量に当たるものは、ポテンションメータで調節できる。このような電気的システムは、物理システムの類推であることから、アナログコンピュータと呼ばれる。これらは条件ごとに現物を試作して、確かめるよりも安価、安全に構築でき、簡単に変更可能で網羅的な条件で、 模擬的な検討が可能となる。また、電子回路は、シミュレート対象の機械系システムよりも高速に動作することが多いため、シミュレーションは2時間以上に高速化され、即座に結果が得られる。欠点は、ダイナミックレンジ、最大出力、雑音レベルによって変数の範囲が限られることである。連立方程式9回気の原理は、そのままオペアンプにより、電気回路。 電子回路に置き換えることができる。また、微分解析器のような微積分には、キャパシタンスやインダクタンスが利用できる、度は相対的なものもあり、課題次第である。なお、微分解析器の原理をそのままデジタル化し、専用の電子機器としたものが、DDA である。DDA は、汎用デジタルコンピュータにプログラム、ソフトウェアで実装することもある。 エレクトロニクスを利用したデジタルコンピュータは1940年代に誕生したが本格的に成長したのは1960年代であり、1950年代にはアナログによるものも多く作られた。以下にそれらを代替時間順に挙げる。カリフォルニア工科大学のギルバート・ディ・マッキャン、チャールズ・ H. イウィルツがダイレクト・アナロギ・エレクトリック・アナログコンピュータを作り、 それを使ったサービスを事業化するため1950年、コンピューターエンジニアリングアソシエーツを創業した。1950年、力学系の解析、設計用のアナログコンピュータサイクロンが作られた。1951年、電子回路などでニューラルネットワークをアナログ的に実装したスナークをマービン・ミンスキーとディーン・エドモンズが作った。 1952年、RCA がアナログコンピュータタイフーンを作った。真空管4000本、ダイヤル100個、プログラミング、配線用コネクタ6000個などで構成されている。1958年、アナログコンピュータを使ったコンピュータゲームテニス4ーが作られた。1963年、ヒースキットは199ドルの教育用。 繰り返し型アナログコンピュータ EC-1 を発売した。これは演算増幅機オペアンプ9機を含む部品をパッチコードで配線して使用する形のものであるが、オペアンプが9機あるので2回の微分方程式2組の連立を構成可能で減衰振動回、臨界精動、火星動回、単振動回、制限波、発生、二重振り子。 結合共振回路などを見ることができた。主構成としては、5極3極間である 6U8 単間で演算増幅器を構成、総2極間 6AL5 で待機時の電位クランプを行い、マルチバイブレター発信機により交流電源周波数前後で演算を繰り返すものだったら、機械系解析では特に時間軸スケール変換が必須だった。 コンピュータグラフィックスのためのアナログ専用計算機と言えるスキャニメートのような例もある。アナログ計算機は、いわゆる電子計算機の能力の低い時代において、複雑な要素を文字通り類似モデル、アナログでモデル化して直接計算できる特徴があった。1957年、国鉄の鉄道技術研究所にて日本初の運転曲線作成システムとなる。 列車シミュレーターをアナログ計算機を用いて実現し、各列車の加速力曲線、勾配別速度距離曲線など、運転性能曲線や、列車の運転曲線等の作図に威力を発揮した。これらは、新規開発のキハ80系特急系機動車など、ダイヤ改正で新規投入された列車のダイヤ作成に、一役書いた。なお列車シミュレーターは、デジタルコンピュータの能力向上に伴い、 デジタル計算機に置き換えられていった。デジタルコンピュータとアナログコンピュータの組み合わせは、ハイブリッドコンピュータの代表例の一つである。ハイブリッドコンピュータは正確だが、精度の低いシード値をアナログコンピュータで生成し、それをデジタルコンピュータの反復プロセスに入力して必要な精度を得る。3から4桁の高まさ角度なシード値を用いることで、 反復回数が劇的に低減され、結果として必要な精度の計算にかかる時間が低減される。また精度がそれほど重要でない場合、非線形の微分方程式を解くのにアナログコンピュータを使うようなハイブリッドコンピュータも損する。いずれにしてもハイブリッドコンピュータは特定の種類の問題を解くにあたり、デジタルコンピュータよりはるかに高速でアナログコンピュータより はるかに正確である。ゆえにリアルタイム性と正確性の両方が要求される分野に適している。例えば、フェーズドアレイレーダーや気象など。アナログコンピュータでの計算は、抵抗、電圧などを測定することでなされることが多い。一例として、電流を利用した二数の加算を説明する。まず、二つの可変電流源を用意する。第一の値は、 1> 第1の電流源を調整することで設定される。つまり、x m a アに設定。そして第2の値に、第2電流源を設定する、y m a ア。これを、並列接続して、ほどほどの抵抗値の抵抗器に接続し、抵抗器の反対側を設置とすれば、抵抗器に、x y m a アの電流が流れる、キルヒホッフの法則参照。 電気の属性を使ってアナログコンピュータを構築するのは計算が実時間。実際にはオペアンプのゲイン帯域幅で制限されるで行われデジタルコンピュータのような遅延が生じないためであ。この特性を使うとデジタルコンピュータにはやや難しい積分の計算なども簡単にできる。積分はコンデンサーを使って電流、時間の関数としての電荷を積分した電圧に 変換することで計算する。非線形関数と、その計算は、関数発生器、ダイオード、PN 接合の指数関数特性や、単方向特性フェット、スイッチとして、セナーダイオードと抵抗器、コンデンサーコイル、ただしインダクタシミュレートできるので、アナログコンピュータで、コイルが直接使われることは稀であるを様々に、組み合わせた装置である程度の精度で実施できる。 例えば電流をダイオードで対数の電圧に変換できる。これを利用して電流を対数の電圧に変換して、か、減算し、ダイオードで逆対数変換することにより乗り、除算できる。ダイオードの単方向特性を利用して絶対値を計算したり、フェットをスイッチとして使いキャパシタに電荷を蓄積、保持させることで電圧を一定時間保持させたり最大。 最小値を求めたりすることが出る。セナーダイオードなどで電圧を制限した正規肝臓腹器でヒステリシス特性を作ることもできる。計算可能な物理プロセスはアナログコンピュータとして利用できる。例えばアナログ計算の概念を示すものとして、スパゲッティを相当すべき数値の集まりとみなしたり、スパゲッティ層、ゴムバンドを点の集合の突放を探すのに使ったり、シャボン膜を曲小局面。 を求めるるのに使っったたりといったこといこが挙げられるある系をアナログコンピュータと呼ぶには要求する数値が全て計測されうることが必要である例えば風洞による実験を全ての状況においてアナログコンピュータと言い張るには無理がある理由はマッハ数やレーノルズ数等の数値は風洞実験における計測値をもとに算出される値だからである マッハ数やレーノルズ数を解として要求するならば、その解を直接計測できる計を別途作る必要がある。アナログコンピュータは複雑なフレームワークを持つことが多いが、計算に必要な根本的な電子部品は以下のようなものである。などにより積分器、加算器、係数器、符号反転器、固定関数発生器、折れ線、不瞰域、飽和、片利き、 乗算、対数、遅延など必要な演算要素を構成して方程式として組み立てる。オペアンプの電気的特性から動作範囲の広い微分器は構成困難であり、方程式自体を積分器で構成できるように整理する。電気を使ったアナログコンピュータで使われる主な数学的な操作は以下の通りである。一般にアナログコンピュータは 理論上ではなく現実のいくつかの効果によって制限される。アナログ信号は直流成分、交流成分、周波数、理想に分解される。これらの成分の現実の特性上の制限によってアナログコンピュータは制限される。その制限としてノイズフロアや半導体部品の非線形成や非線インピーダンス、電子の蓄積が有限であることなどが挙げられる。 アナログコンピュータに限らずとも一般に使われている電子回路部品はそのような入出力特性の範囲内で使われている。このような種子の限界を超えた条件での運用はアナログコンピュータを故障させる可能性がある。アナログコンピュータには CPU クロックの概念はなく回路に電子を流すだけで計算が完了するため遅延がほとんどないという利点がある。しかし、 計算の精度や自由度が低いため、デジタルコンピューターの発展によって、特殊な用途以外にはすでに使われていない。デジタル計算が非常に一般化している一方、アナログ計算に関する研究を行っている。研究者は数えるほどしかいない。米国では、ジョナサン・ミルズが拡張したアナログコンピューターを使った研究を行っている。ハーバードロボティクス研究所でもアナログ計算が、 研究分野となっている。コンディナというアメリカの企業は今も小型のアナログコンピュータを製造している。ディリックセミカンダクターという企業の誤り訂正回路はアナログの確率的信号を使っている。アメリカ国防高等研究計画局 DARPA は限られたバッテリー容量から消費電力の少ないアナログコンピュータに期待しアップサイドというプロジェクトに投資した。 無人機制御用の画像処理は高い精度を必要としないためである。以下は実際に開発され実用に供されたアナログ計算機の例である。アナログシンセサイザーは一種のアナログコンピュータとみなすこともできる。その技術にはアナログコンピュータの技術から生まれたものが含まれている。アメリカ合衆国におけるアナログコンピュータのユーザー協議会としてシミュレーションカウンシルがあった。 かつては、The Society of Modeling and Simulation International という名称でも知られていた。この団体の1952年から1963年までのニュースレターがオンラインで公開されており、当時のアナログコンピュータ事情が伺える。理論家は、理想のアナログコンピュータを実数計算機と呼ぶ、実数全体を扱えることから、そのように呼ばれる。それに対して、 デジタルコンピュータは信号を有限の値に量子化するため有利数の範囲しか扱えない無利数は近似的に扱うこのような理想的なアナログコンピュータは理論上はデジタルコンピュータで扱えない問題も解くことができる可能性があるしかし実際のアナログコンピュータは主にダイナミックレンジの問題のために理想には程遠い楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。